はい、どうも、ネクロスです。さあ、今回も時の流れにやっていきましょう。今回は、まあ、タイトル通りなんですけど、ディンとフロルとネイルに会いに行くということで、まあ、やっていくんですけど、まあ、これ、後で HP 減らす必要があるから、まあ、別に HP 減っててもいいと。むしろプラスやからな。で、その、今回も、当然、デスホールロングワープしていくんですけど、そのデスホールロングワープの前に、フロルの風で、とある場所にポインターセットするので、コキリの森にとりあえず行きましょう。で、その、デスホールロングワープで、やる方法って結構何種類かあって、そのデスホールロングワープの中でも何種類かのデスホールロングワープがあって、今回使うのは、フロルの風を使ったデスホールロングワープ。詳しく言えば、ロングワープ状態になった時の、状態を利用したロングワープをするって感じですね。じゃあちょっと何言ってるかどうかわからんと思うけど、ここ、双子のお家。ここにポインターをセットしていきます。OK、セットして、で、そうしたらデスホールロングワープするんですけど、そのデスホールロングワープって、穴使うんですけど、その、穴ってどこでもいいのっていう質問がよくあるんですけど、まあ、厳密に言えば、どこでもいいってわけではないけど、どこでもいい場合と、ここの穴じゃないとダメっていう場合があって、まあ、それは結構説明すると長くなるんですけど、基本的には、デスホールロングワープ状態になって、そのデスホールロングワープ状態てか、ロングワープ状態か。このロングワープ状態っていうのは悪用して、オカリナ吹いて、ワープしたり、あとはフローの風でワープしたりして、それでロングワープ引き起こす場合には、とりあえずロングワープ状態になれればいいので、穴はどこでもいいんですけど、その、デスホールロングワープによって行った場所によって何かをする場合だと、ここの穴じゃないとダメとかそういう縛りっていうか何ていうの?っていうのがあるので、だからまあその、やりたい技によってそれは変わる。で、今から自分がする技は、とりあえずロングワープ状態になって、フロールの風を使ってその状態でワープするので、まあ穴はどこでもいいんですけど、多分、一番近いのが水のセレナーで吹いた後のハリア湖畔の場所が一番近いじゃないかなって思うけど、自分は今ちょっとリーデットからダメージ食らうためにちょっとここでやってるんですけど、で X と Y どっちかにデグノミとフロの風をセットして1のところに爆弾セットしていつも通りでソウルロングアップしてはい。で、セーブせずにやめる。すると、ハイリア湖畔研究所にワープして死ぬ。で、セーブせずに続ける。で、これ毎回説明してる理由が、まあ、この動画をね、初めて見るって人もいるかもしれないんで、一応解説してます。そしたら、X と Y どっちかにフローの風があるんで、ポインターワープすると、BGM に注目。この BGM っていうのは、シークとかゼルダが、その、トライフォースに関する話してる時の BGM なんですけど、それに加えて、ゴーとかジェット機みたいな音入ってるでしょ。ここでデクノミを押すと、その正体が分かって、それがなんと、この3人の女神が、いる場所にワープしてると。これすごいな、ゴーとか言って飛んでるぞ。いや、これは面白いわ。あれ、ディンとかフローとかネルって世界作った後トライホース残して、どっか消えへんかったっけ?それ気のせい?で、これは何があったかっていうと、デスホールロングワープして、ロングワープ状態って言われるちょっと危ない状態になった時に、双子のお家にワープしようとすると、双子のお家にワープするはずがデスホールロングワープの影響で、どっか別のマップの ID のところに飛ばされるんよね。それが、このムービーのマップ?こいつらが空飛んでる時のムービーのマップにワープしてしまうので、結果こういうことになると。で、実際のムービー流れてる時は、これ多分あれかな、デクノキ様倒した、ゴーマ倒した後の、デクノキ様の話の中に登場する一部のシーンやと思うんですけど、その場合はここのカメラをうまいことグイーンって動かして、なんか空飛んでるように見せてるってだけなんですよね。で、そこに無理やりワープしてしまうと、こういう、なんていうの、ゲームの裏側が見れるっていう感じかな。ちなみにこれ、剣は触れるけど、剣振ったりデクノミとか投げれて、ちゃんと地面判定もあって、けどこれ、フロールの風セットできないんで、フロールの風セットできてだいぶ熱かったんですけど、でここは魔力がないようになってるんかな?魔力ないんでこれ回転切れのビューンってビーム出ないし、だからこれフロールの風使えないんかな?
これ面白いな。で、これ後ろに行くと、どんどん音がちっちゃになっていく。もう BGM すら鳴ってないな。これ戻ったら BGM 鳴るんかな。じゃ、それ試してみよう。ゴーって言ってる。あ、BGM 消えたわ。あ、BGM って一定時間で消えるんかな。けど、ゴーっていう音はあの近くになるって感じが。で、このまま奥まで行くと、確か落ちたはず。確かあの、フィールド結構広く作られてるけど、落ちたはず。で、地面は、あの、土やね、土。土の足音してるわ。コンクリートでもないし、石でもないし、氷でもないし。で、見た目は何もないけど。もう、フロールたちが見えない。横飛びしたら見えるかな？あ、若干見えるね。でも、遠すぎるもん。で、最大まで行くと落ちたはず。あ、落ちた！落ちていってる。あー、フロールが、ネイルが、ディンが。で、これ、ロングワープ状態で、ムービーにワープした場合は、マップ移動が全て行われなくなるんですよね。トワイライトプリンセスの英語版のマップグリッチって言われるバグ技と同じで、マップ移動がなくなるんですよね。で、まあ、過去の動画に闇のノクターンのムービーにワープしたりとか、あと何したっけ？なんか いろいろムービーとかにワープしたんですけど、その時とかもね、マップ移動なくなってるんで、ムービーのワップにワープした場合は、マップ移動がなくなるので、もう、ピューンというリスポーン地点すらなくなっているので、もう落ちた場合はもうこのままもうリセットするしかないっていった感じですね。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。これでディンとネイルとフローに会いに行くと、だからなんだっていう、だからなんだって話なんですけど、まあめちゃめちゃ面白いんでね。もしよかったらやってみてください。というわけでじゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。